皆様ありがとうございますじゃあこれから始めますのでご着席いただけますかジャコ・マッツと申しますコーチェアとして PNMA にポリシーネットワークフォーミーニングフルアクセスの活動をしていますデジタさんがまだいらしていないので実は多分他の仕事もあるので多分 いらしておりませんでこのトピック,に,ピックについてですけれども「有意義なアクセス」というコンセプトでありますけれどもこれは何年かでどんどん価値が高まってきたコンセプトなんですけれども最後のスピーカーが到着なさいましたね。 これに関ししてて文章をいろいろと集めてみましたそして多くの他のワークショップでもディスカッションでも IGF の中で議論されているということを知って非常に多とするものです。で私たちとしては今日の午後お話をしたいのはこの議論が非常に今豊かに進んでいるので。 その話をしたいと思っております。igf のみならず、世界中で有意義なアクセスということについては議論が行われております。このパネルの顔ぶれを見ていただければ、それがわかると思います。まず、無味にあの別に右翼というわけではないですよ。サンブラーナさんです。で、えー、多分インビテーションとしてアクセスとしてくださったんだというふうに思います。で。上村圭介先生。 ちゃんと発音しているでしょうかがお隣にいらっしゃいます大東文化大学で日本の IGF を代表していらっしていますそれからパウロちゃんとテリーがワイポスから来ていてそれから ITU からのメンバーもいらっしゃるマーティン・シャーパーさんですね で統計関係の方なので具体的に統計がこのディベートにどれだけ重要かということが分かります。それからラ,ラ,ラクバラさんそれからオニカさんですねグローバルインクルージョンパートナーシップの方ですねそれからアイキャンからアンマリア・ブロダフェラさん,イフラ,さんイフラからもいらしています。 でプレゼンテーションにはそんなに時間を割きたくなくてできればまずヴィンサーフさんのビデオをいただきたいと思います。リーダーシップパネルの議長であるのみならず PNMA のグループのメンバーでもいらっしゃいます。昨年実際 このパネルに出席をしてくださったんですけども今年は出席が叶いませんだけれども短いコントリビューションということでビデオをくださっていますで1つ目なんですけども昨年議論したものと同じなんですけども1つはそのなぜアクセスが難しいかそれからそのアピ デバイススののアアビリティががああって意味あるるクセスができないといとう,ふうな問題に関わるものそれともう一つは今年の IGF のメイントピックとも関わっているんですけども AI が非常に大きな形で到来しているのでそれによってこのアクセシビリティの問題が解決できるのではないかあるいは意味ある有意義なアクセスについての解決になるのではないかということでまずビデオですねどうぞ。 だってアクセシブルなシステムについて語るときには私たちは経済性というのも考えなければなりません有意義で便利なインターネットであったとしてもアクセスのための機器や設備あるいはアクセス自体を購入できなければそれを理由することができませんですからいろんな形でコストを削減する必要がありますより安価にすることが必要なんです所得が不十分な場合にアクセスをすべき人には補助金を出すということもできると思いますし一般市民が手頃な価格で利用できるようにする ためにはクリエイティブな考え方が必要だというふうに思います。 それかから人工知能へののの有意義なアクセスとといいうのは AI の働きについて何かを理解すすることでもあります例えばですけども私の友人で同僚でもある UCLA のジュダ・パールは因果関係についての本であるとかあるいは「ブック・オブ・ホワイト」という本を書いております。でこの「なぜ」というのは大規模な言語モデルや大規模な機械学習が実際にどのように機能するのかを理解するためのものでありまして因果関係モデルなしには理解ができないわけです。でですのの残っているのは確率 と相関だけでありまして、相関関係と因果関係というのは同じものではありません。だからこのツールを使うときには、結果をその結論に適用するためには因果関係について考える必要があります。で、ジャーナリストとしてこれは iPhone で そのビデオを撮ると、プロのカメラのクオリティとは違うんだね。ということがここで分かりました。ちょっと私の偏見かもしれませんけど、まあ、いずれにしても便所さんがおっしゃってたことは聞こえたでしょうか？ サブタイトルがついていたのでお分かりいただけたかもしれませんけど非常に面白いお話をされたというふうに思います。昨年おっしゃったこととも関係しておりますけどもまずこれが今日のディベートの最初のコントリビューションということでそれから主なディベートに話を戻しますけれども鬼香さんいらっしゃいますねニカさんの方からまずコントリビューションをお願いします。 オニカさんの経験それから面白い報告書が出ておりますのでこの有意義なアクセスについてどうぞ何かご発言をお願いしますありがとうございます私から申し上げたいのはまず意味あるアクセスということに関して定義をするならばきちんとコネクションができる人のことであり それからスマートデバイスであるスマートフォンのようなものを最小限の道具としてエントリーポイントとして持っているということでありそれから日々そのインターネットにアクセスができるということでありプラス無限のデータにアクセスができるということを有意義なアクセスというふうに提供します。でそれでもって調べるといかに私たちが アクセスというものを一般論として定義するかということを定義しなければならないということになります。意義あるアクセスということを考えるのであれば適切なデバイスで接続をしそしてスピードも適切でありまた無限にデータにアクセスができるということで定義をし直す必要があります。で経験的に申し上げますと実際に有意義なコネクティビティがある人たちというのはアクセスを 実際に自分の生活を変えるため例えば雇用のためあるいはそれからコースを取るとかあるいは正しい情報を得るとかあるいは基本的なアクセスでもってコネクティビティをその得る以上のことをやっているということが分かります。それから手手に入る価格ののデバイスががなないとダメなんですけども手の価格が 失礼、廉価なデバイスがあるということが意味ある有意義なコネクションのために非常に重要です特に排出量の少ない国というのはまだエントリーレベルのスマートフォンとして20から25%ぐらいの人しかまだあ失礼 家計所得の,その20から25%ぐらいスマホの値段がしてしまうというふうなことなのでなかなかスマホは低所得国では買えないという問題があります。なのでアクセスへお金が払えるぐらいの値段であるということとそれからデバイスのの価格というのが重要ですそれはビントサーフさんがおっしゃってたこととまあほぼ同じですね。おにかさんありりがとうございまますす今日本におりますので 初めて IGF 日本ででこのような形で開催しています日本というのは世界の中でも IGF の国としてもまあこの日本語というのはラテン系の言語ではないわけですよね。えー、まあアラビア語もそうですね。ということで質問としてまあこういった日本という国でおいて まあ、ラテン語系ではない、えー、その障壁がいかに、えー、この有意義なアクセスというのに対してどういう影響を及ぼしているでしょうか。はい、あの上村圭介と申します。今日はあのパネルにおもお招きいただきましてありがとうございます。大東文化大学東京の大東文化大学の、えー、外国語、えー、学部。 で教員をしております。また、言語学の教授もしております。で。少し。私が話す内容が。このパネルにあのきちっとフィットするかどうかなんですが。 今おっしゃったようにこの「日本語」という文字ですけれどもそれがインターネットへのアクセスにどういう影響を及ぼしているのかということで2つの側面があると思います。一つは技術的な問題でもう一つは文化と社会的な問題です。ここでは技術的なテクニカルな方に着目したいと思います。日本語 の文字をコンピューターに導入するそしてインターネットのアプリに導入するということで問題がありましたコンピューターシステム私のコンピューターアプリというのは、えー、日本語の言語を、えー、処理してなかったんです私が学生の頃は求めるような形での処理ができなかったという時代でしたコンピューターがまあ、日本語に対応していたとしてもアプリのプログラムだ のワープロのようなあそういった機能は効果的にこの日本語に対応してない場合があります。論文が書けなかったり、それからスペルチェックだとかそういう機能が修正機能というのが使えないと、ま日本語にま対応してないということで。 この言語がサポートされていなければということでそれから E メールですね日本語での E メールに関してなんですけれども電子メールはしばしばその伝達送った時に送信した時にギバリッシュというか日本語で文字化けをするというふうに言ってますけれどもそういうことが起きました。ということで日本語の問題というのがあったわけです。 特にパソコンとかインターネットの初期の段階時代にはそういう問題がありましたけれどもしかしさまざまな商業的なあるいは非商業的なデベロッパーの人たちの努力によって解決をされました。より広い人口に対してインターネットが提供されるような時代には問題は解決をされていました。 ですから文字や言語の問題というのは確かに、まあ、イライラするような問題でしたけれどもしかしそれによって日本,語が日本人がインターネットに有効にアクセスできないということはありませんでした。しかしかそののの反面一般的な日本のユーザーザというのは インターネットで日本語を使ってます事実的な問題がもうすでに解決をされていたからなんです。ということでもし日本語対応というのがコンピューターとかアプリでなかったのであれば私たち多くの日本人はインターネットを使うことに躊躇したと思います。 今のように幅広く使われていなかったと思います。このまあ問題というのはかあの存在しましたけれども、インターネットがあ完全にこう普及する前に解決をされました。もしにそういった問題に今直面しているのであれば、これは大変だと思います。ありがとうございます。では。 まあ本当にこれはリアルなあのこの問題の状況ですねえ状況が理解できてよかったです。今日本は 非常に豊かですしツールもありますしそして適切なデバイスやソフトというものをある程度安価に手ごろにな価格で入手できるわけですが必ずしもそういった状況が他の国であるとは限りません。ではもし私たちラッキーであればオンラインの参加者である 政府の代表としてスティーブンマッタイ・ナホさんパプアニューギニアの情報通信の情報通信技術の大臣です長官ですオンラインでつながってますでしょうかぜひシステムの やっていることについて説明していただけますでしょうか。パプアニューギニアが。この除外 <coughs>。市民がインターネットから。除外されてしまうというのはどういうふうに回避され回避されているのか。教えてください。どうぞ。シェア皆さん私の声聞こえますか。はい。完璧に聞こえます。 ありがとうございます。皆さんこんばんは。パンプアニューギニアからこんばんは。えー、オンラインで参加できること嬉しく思います。IGF への参加を嬉しく思います。何点かコメントがあります。私の経験は、まあ、専門的な経験、それからパンプアニューギニアが直面する問題。 エニーズというのがあるわけですが、パパニューギニアというのは島国で、複数の島によって構成されています。南太平洋に存在し、そしてオーストラリアの南、そしてインドネシアとの隣にあります。私たち一千百七十万ぐらいの人口で、言語も。 846ぐらいの方言といいますか言語が話されているそういう島です。まあ、そういった方言性ということを考えた時にこれは大きな問題になります。有意義な接続性というのがパプアニューギニアはどういう意味を持っているのかといいますと接続性というのは政府のプライオリティとして2000年2000年2003年頃から。 あのいわゆるそのモバイルのオペレーターがー私たちの国に来た時から設定されていましたそして2009年にはいわゆる競争も起きていたということです。で面白いことに2009年にまあその10年間というスパンの中でほとんど、はい のパパニューギニュギアアでアクセスされるこの10年間の間でアクセスが多かったサイトは3つあったということで1つは tsp.com でありまして世界の皆さん知らないかもしれません PSP というのは私たちのパパニューギニアのメインバンクなんですそして2つ目のサイトは NRL.com です。nrl というのは ナショナルラグビーリーグですね。あのご存知のようにパパニューギニアというのはラグビーのファンです。そして3番目がフェイスブックのサイトです。つまりこれは10年ぐらい一貫してこういった結果でした。で分かるのは、まあ、政府が理解したのはなぜ私たちは他にも インターーネットには情報がああるるしサービスもある人々の生産性に付加価値を与えるようなあるいは生活に付加価値を与えるそういうサイトがあるのに政府は何をしているのかと政府はなぜそういったところにアクセスすることをよりアクセスしやすいように簡単にできないのかそしてオンラインでのサービスを強化できないのかということだったんですけれども。 有意義な接続性ということはこれは目的を持って接続をするということなんですつまりアクセスができるということそして生活に付加価値を与えるということそして国の生産性を上げるということです。2009年そういったことに気がつき政府は接続性従来型の従来型の接続性のモデル つまり私たちのインフラを拡大しようというところからサービス主導型に移行しようということでデジタル変革の政策というものを2020年に導入しましたデジタルまあ E ガバメントというのを2020年そして2023年から2027年に向けてこれをさらに強化することになりました。接続性ではなくてむしろ 政府がリーダーシップを発揮して有意義なサービスデジタル政府 e ガバメントのサービスを市民第一という視点で導入しましょうということになりましたそしてそれによって接続をするというそういうシフトを取ったわけですそれを2003年以来の私たちのこの変遷というのがそういうことです以上が私の視点です。 私は接続性から需要,型需要が主,導になった主体になっているサービス主体のそういうアクセスに移行したわけです。文化だったり多様性にはどのように対応しているかということについては他にもありますが以上にしたいいと思いますありがとうございました。 ラグビーをまあ市民の基本的権利の一つというふうに挙げてらっしゃるかもしれませんがまああのイタリアはラグビー大国ではないんですけどもよく分かりますうちはサッカー大国なんですけどありがとうございましたあとセカンドラウンドで質問させていただきますのでちょっとお待ちくださいねでは次に具体的に 特に国際機関にもお話しいただくセクションがありますのでそちらに移りたいと思います国際機関も特別な役割を演じていますベストプラクティスを作るあるいはサポートするそしてまた こういったものを他の国で横展開するということをやってらっしゃいますのでまずイフラから始めましょうかこれはライブラリアンの国際的な機関でありましてマリア・デブラス・デファーさんがベストプラクティスケースなどをご紹介していただけるのではないかと思いますジャコモさんありがとうございますそれからインビテーションにも感謝いたしますまず最初に図書館ということで申し上げる前に その意義ある接続性というのはライブラリー図書館についてとってどういう意味かということから始めたいと思います。まず図書館は今までもそれから今でもまだ途上発展途上にあるんです。2023年ここは本とかアーカイブとしての場所ではなくって本当にテクノロジーを採用した場所だというふうに見られるべきだというふうに思っています。また 今までは地元の人たちにサービスを提供するという風な場所ではなかったんですけれども今後はそういう風な場所として見られるようになりたいというふうに思っております。特に一番必要としている人たちにアクセスを提供する特に有意義な情報を提供するような場所であれというふうに思っておりますしそれからデジタルデバイトで一番影響を受けた人たちへのアクセスの場ということで考えられるというふうに思います。でですのの複数の目的を持った 図書館の建物のとして例えば、ローカルコミュニティにアクセスを提供する、あるいは例えば、意味ある有意義なアクセスを提供する場所として捉えられるべきであろうというふうに思っております。でそれ で例えば GLL のギガネットライブラリの例を皆さんにご紹介したいというふうに思います。ドンミンズの方からオーディエンスの中にいらっしゃいますしそれからこのイニシアチーブを始めた人がいますので詳しいことは後でご説明をさせていただけたらと思います。それからその地元のライブラリのプロジェクトでローカルスキルの話がプロジェクトとしてウガンダで行っておりますのでその話なども紹介できたらというふうに思っています。も,ともとウガンンダのコミュニケーション委員会が資金を出して行ったものな ですけれども2021年にその別の開発機関も資金を出してくれるというふうな形でこのプロジェクトが始まりました。目的としては インフラを一般の人たちが使うようなライブラリに与えようとそしてそれをウガンダ全土に広げてコンピューターとか施設がその一般の人たちに使えるようなネットワークとして展開できる場所としての図書館にしようというふうなプロジェクトでありました。それからトトーートレレーーーナをニングすするといいうプロジェクトもその中には入っていますつまりトレーナーをトレーニングをして地元のライブラリアンにいろんなことを教えるということが行われました。 非常にこれ重要でしてこれをすることによってトレーニングのローカル化ができましたそれからコミュニティそれぞれニーズが違いますのでそのコミュニティに対応することも可能になりました全土で非常に似ていることであればいいんですけどもそれぞれのコミュニティにはそれぞれの特徴的なニーズがありますのでローカル化を行いましたからそのナルチカンペーンということで2014年から始まっているものがあるんですけどもこれは ライブラリアンがこのトレーニングを受けた人たちが行ったものなんですけどもアウトリーチの活動によりまして一般市民にもリーチをしてそれからスキルを学びたい自分のビジネスを改善したいという人たちにもトレーニングを受けたライブラリアンがアウトリーチでいろんなものを提供するというふうな形になりましたできちんとトレーニングを受けた人が始めたので 1,400人が今ウガンダ国内でトレーニングを受けています失礼1万4,000人がトレーニングを受けていますで中小企業に対してのトレーニングを提供をしております少なくともこの1万4,000人のうち200人がすでに成果が出たというふうにデジタルスキルのトレーニングの結果としてその報告をしてくれています。それから自分たちが トレーニングを受けたがおかげでその高等教育にもアクセスができたというふうな結果にもつながっていますなので図書館はとても大丈夫大事な存在であると有意義な接続のためにも大事な組織であるということが分かっていますそれからローカルのイニシアチブがあるんですけれどもそれに対してはあその GLN に関してはドンさんから発表いただきたいと思います さささんんどううぞママイク使ってしゃべっててくださいいリアさんありがとうございますその図書館の役割なんですけどもまあ ICT のリソースのコミュニティのためのアグリゲーターという役割非常に意味がある有意義なことだと思いますしこれがそのユニークでありまた有意義な接続性を提供する 場所になっていますギガライブラリーズネットワークというのはオープンコンソーシアムでありまして新しいテレコムテクノロジーを使って包摂性を拡大するそれからコミュニティのレジリエス例えば防災に対応できるようなコミュニティにするということにも使われています。低軌道 衛星のコネクティビティを使ってアフリカのナイジェリアをはじめとしたライブラリーをつなぐというものであります少なくとも一つの国にはローフィーノーフィーの手数料あるいは料金のいらないあるいは無料のアクセスを提供するべきであるというのがベースの考え方です メル・マッケーベンという気候のアクティビストの方からこのコミュニティアクセスハブを作ったらいいのではないかというアイデアが出てきましてこれがものすごく別に二酸化炭素の削減に貢献しているわけではないんだけれどもこういったところをつなぐことによってその地域の人たちのレジリエンシーに非常に大きく役に立つという考えから始まっています。例えば エネルギーとというこで1ヶ月に100ドルぐらいしかかからないようなリソースでもってこういうハブが全土に作れるということで大変素晴らしいわけです。で1つの単ユニットがあったとしても100のギガビットのコネクションができます。 メガビット失礼メガビットの接続ができるということで例えば国立図書館が各国にあると思いますけれどもそれにやっていただくというふうな形で行っています我々としてはリスクが一番高くでもリソースが全くないでもものすごく気候に由来する災害を被害として受けそうな人たちに対してこういったサービスを提供しています。UNCOP に 2028の宣言がありますけれどもやはりその削減とというのはとても重要なんですしかしながら今の変化というのは逆行することが非常に難しい状況になっておりますのでこの変化に適応するという方が非常に一般的に考えられるもので今そのコミュニティが持っているリソースを活用してしかもその適応を行うということが非常に重要だということで。 通常のインターネットのサービスプラスレジリエンスということでこういうふうなライブラリをハブにするという活動は非常に機能をしています。質問ですがこのプロジェクトというのは最も古いプロジェクトの一つですよね。 このまあ図書館の書士の,その能力をまあ向上させようということで有意義なアクセスということもそこにえまあ網羅されているということでありますけれどもよりその効果的にするために何をなさっているんでしょうか私たちはまあポリシーネットワークということで最も有効な政策を,をまあ見出そうとしているわけです。そううでですすねまあ政策ポリシーということいこけれども あのアクセスのの権利というのが鍵になりますそしてその枠組みですけれども国連のこの配分もそうですしそれから先誓もそうです。何十億ドルという規模の金額が気候の問題に適用されてますし接続性の問題に 適用されているということですからそれに対して直接まあ寄与できるようにということだと思いますありがとうございましたではイフラの今話を聞きましたねイフラの貢献について聞きましたでは次にもう一つのよりはきちっとおまあ公式なに構成されている ITU に話をしたいと思いますが ITU は にお願いしているのはベストプラクティスをぜひ紹介してほしいということをお願いしました。あのもっとこうやこうすればよくできますよということで、マーティンシャーパーさんがおっしゃるには彼らにとってでそして私も全くその通りだと思います。統計は大事です。 適切な政策を出すためには正しいデータと正しい統計が必要ですマーティンさんはまさにそれをに携わっています ITU は何年か前からそこに携わっています、えー、有意義なアクセスに対する指標というのを作っているわけですよねマーティンさん説明していただけますか、はい、ありがとうございいます ITU のデータ関係をやっているものとして大事なのはデータの統計というのは非常にこのアクセスもおいても重要です。最新のインターネット仕様のデータこれ1ヶ月半ぐらい前のものを見ると。 54億人ぐらいの人たちがアクセスしてるけれども23億ぐらいがまだアクセスできていないということで、えー、まあ人口の中のそういった比率になっています95%の人たちというのはある意味でまあそのアクセスができているということになるのかもしれないけれどもだけれどもそこにえまあ格差があるでしかもアクセスできている人の中にも全員が。 えま有意義な形でアクセスしているわけではありませんインフラのクオリティの問題とかあるいは十分なデータがないとかソフトがまちゃんとなってないとかいろいろなそれ以外の問題もあると思います2年前私たちはまターゲットを設定しました国連のテックエンボイと ともに作ったユニバーサルミニングフルコネクティビティというデジタル協力の国連事務総長との行為のもとの目標になっていますそしてこれは EU とやっているターゲットプロジェクトなんです そしてそれを政策立案者の間で広めようという努力をしています。えー、つまりデータと統計を政策にカップリングするということであって。 このターゲットっていうのはインターネットを使っている人たちそれからインターネットへの接続のクオリティそういったことも見ていきますインターネットパケットのコストそれからどんなスキルが必要なのかなどといったことも見ていますこれ非常に重要なんですなぜかというと私たちのゴールというのが意味のあるそして2030年までに普遍的な接続性といったものを実現するのであれば今現状がどうなのかということを理解しなければなりませんそれに に基づいてターゲットを。 達成するためにはどのように進めばいいかということがわかるわけですしかしそこに向かって到達するためにはその方法というのが実際に目標の方向にきちっと向かっているかどうかというのをモニタリングする必要があるわけですということでこれらのターゲットというのは2つの方向に動いています普遍的なアクセス全ての人がインターネットを使ってほしい全ての人っていうのはビジネスも 商業もそうですし学校もコミュニティも地域社会も有意義な方法で5つのイネイブラーがそこにはありますインフラアフォーダビリティスケールデバイスそして安全とセキュリティですこういった5つの要素というのが指標となってまターゲットに設定されていますダッシュボード というのがあもう作られていてこれはウェブサイトで公開されています ITU のウェブサイトで公開していますので見ていただければと思いますダッシュボードはどのターゲットでもそのターゲットに対してま各国がどの程度近づいているかということが見ることができますあるいは自分が興味のある国この国はこれらのターゲットに対してまこれは達成している普遍的な接続性は 達成してるけども他のものはまだすごく離れ遠いとあるいはこの指標に関してはデータがないとかっていうことがわかるわけですそういう情報がえその政策にえすぐ転換できるわけですもう一つ大事なデータの点としてデータを分解することができます社会経済的なグループでま分解をしてそしてデジタル格差がどこにあるのかというのを見ることができます。 男性の方がインターネットを女性よりも使っているとかうちの国ではどうなのかとかそして世界中を見ると他の国はどうなっているかということも分かるわけです。若い人の方がインターネットがうまもっと使っているとか私の国では特別な何か政策がの目標があっていわゆる高齢者もインターネットにアクセスできるようにしているかとか。 それから都市部とのその郊外とか農村部でも指標は違います。つまりインフラが違うということもありますしデータはある意味でどの程度これが検証可能なのか正当なのかということも分かりますし政策の中には。 それをまあモニターしてその私たちが取っている行動が改善に向かっているかどうかということも測ることができます。それはグッドニュースといいますかグッドユーズになりますがバッドユーズというのもあるので後でままたた触れいいと思います、うん、ありがとうございました後でまた深掘りしていきたいと思います。でやはりその いろんな情報をいかに扱うかということに関して非常に興味深いと思いますけれどもではローランさんどうでしょうかアイキャンの活動としてより有意義なアクセスに関して状況を改善するために何をしていらっしゃいますか相手 u のデータを使っていらっしゃいますかいやまだですじゃあ私たちがやりたいのは交流を深めたいということなので 同じことを別々にやらないようにしたいわけで、まあ、ITU もこの我々の活動の一部になってくだされば非常にやりやすいと思いますけれどもありがとうございましたお招きいただいたことに感謝申し上げます。私もここの10ヶ月ぐらいいいにに何ができたかということうついてご報告しますで コアリションということで前回のアジスービバの IGF 以降の活動なんですけれどもアフリカ大学アフリカの各種の大学とかあるいはアフリカのさまざまな機関がありますけれども11ぐらいのパートナーと一緒にやっておりまして今7つのプロジェクトを実際やってるんですね。 で全てのプロジェクトの目的というのは有意義なアクセス有意義な接続性をアフリカに普遍させようというものなんですけどもまず最初のものあるいは私にとって一番重要なのはまずサポートをアフリカのその行動 トップドメインのレジストリに対してサポートを提供するということです。でそれを今やっておりましてディスカッションなどもやっています。でちょっと例としてうまくこういった方 サービスがうまくいったというふうな例は知らないんですけどもしかしながら国のインフラというのはこのトップドメインのレジストリーがきちんと機能しているというのは重要なことだというふうに思っています。なのでサポートをさまざまなパートナーと一緒になって提供しています。考え方としてはあのは テクノロジーとしてテクニカルなキャパビリの支援もいろんな人たちに提供してきましたけれどもそこから分かったのはもっとホリスティックな包括的なアプローチでいろんなパートナーとなって一緒になって技術的な 専門力あるいはキャパシティ以上のものをやらなければいけないということが分かってきたのでそれをやっているわけなんですけども我々としては現在そ,のそういうプロジェクトをやってます。それからもう一つはローカルコンテンツへのアクセスのものです。我々コンテンツをどうこうしているわけではないんですけどもドメインネームとか利用の仕方とか にやや問題ががああるるとということがあるのでユニバーサルアクセスアクセプタンスに関して IDA の問題などがあるのでそういう意味でユーザードリブンネームに関するさまざまな問題に対して提供支援を提供していますそれからサービスのクオリティそれからサイバーセキュリティに関しては2つプロジェクトがあります私たちは今アイキャンがマネージしているサーバーを 展開しまして、アフリカで施設にそういったものを使っていただくというふうなことをしています。で、アフリカに対してより自分たちのインフラが守れるようにということで支援をさせていただいているものがあります。ま次のラウンドでまた聞きますからある言っ今のこと今全部喋らないでちょっとキープしておいてくださいね。次のラウンドで答えられるように <laughs> 分かりました。 あの今あのご自分の,あの専門ではないということでしたけれどもコンテンツの話をされましたねでは WIPO に話を振りたいと思います。WIPO というのがコンテンツに関わっているわけですから今パウロさんこの分野で何をされてますかはいありがとうございます。 このあのディスカッションにあの参入するのは非常に嬉しく思いますけれども、で皆さんにワイポが何をしているかをお伝えしたいと思います。有意義なアクセスということですけれども、これは、え。ー 有意義なコンテンテツに関連していますもちろん異なった性質があります。教育だったりエンターテインメントであったりビデオゲームであったりまあ映像であったりとコンテンツというのが有意義だというのは。 文化的なアイデンティティ、それからアクセス可能である、つまりその言語が読める、そしてまインクルーシブということ、それが大事です。ワイポーはこの話し合いに何年も携わってきました。そして評価もしてきました。なぜま政策があその有意義なアクセスということを提言したとしても、えその裏に何があるのか、背景に何があるのか。 ということを理解しなければいけない私たちみんなが楽しめるコンテンツを持続可能な形で配給していくしかも柔軟性を持ってということが配信していくとそういうことが大事なわけですコンテンツまあ、求めるコンテンツがなければ有意義のアクセスというのは実現しないわけですで、まファシリテーターの皆さんからちょっと 言われてますので、えー、まあ、このインセンティブとか柔軟性とかそういったことはちょっと割愛したいと思います。ユーザーがアクセスするためには、いろんなあの方法があって、むしろ私の方では、えー、成功例をご紹介したいと思います。特に。 そのすでにこの枠組みで報告をされている有意義なアクセスに関連するプロジェクトをご紹介したいと思います様々な横断的なプロジェクトに関わってきましたそれを明確なカテゴリーに分類するのは難しいんですけれどもそれをまあ大まかに分けると一つは 直接包含包摂インクルージョンに関係していますベス,トベストな例として、えー、具体的な結果が出ているのが アクセシブルコンソーシアムということで ABC と呼,ぶ呼ばれているワイポがリーダーシップを取った官民のプロジェクトで多くのパートナーイフラーがもちろん入ってますしそれからいわゆるその盲人のコミュニティも入っています。ABC ののののの目的というのはこのアクセス可能なデジタルの展示の著作本を それを必要な人たちに提供するということでありますいろんなあのキャパシティビルディングとかあるいはその包摂的な出版という形で提供したり ABC グローバルブックサービスというオンラインのカタログを提供します。 これは全く無料でこの世界の盲目の人たちにサービスを提供していますそして現在 8, 80万の本が世界中に提供されています全くいろいろな著作権の問題というのはなくアクセスできますでその中でコンソーシアムの中で70は まあ最貧国といいますか途上国にあって22、まあ、その14万冊の本が世界中の人たちに、まあ、読者に提供されているということです。それからもう一つオープンアクセスについてですが WIPO には作業部会があって。 で100人のぐらいのま個人えそして25の国際機関が関連え関連するそういうプロジェクトがありますえこの構成というのはどんどん増えていますでそれはグッドプラクティスを I G O の中で共有しましょうコンテンツをこのオープンアクセスで提供しようということですえ W I P O や他の I G O は 新しいコラボレーションをウィキメディアでも提供するようにしていますつまり全ての私たちが作るものはグローバルプラットフォームに提供しますそしてサードパーティーがそれを翻訳するそしてそれを必要なことに地元でというかローカルで提供するということです。もう一つは 私たちがプロダクションとはいディストリビューションというのをま有意義にするということで従来の知識だとか文化的な表現というのは私たちの仕事の大事な部分であります WIPO は今まで以上に政策とか規範の上にいろんなイニシアチブを推進していますデジタル化 などもその一つであります。あるいはあのメンタリング、そういったことも実施しています。そしてそのコアの活動として開発のアジェンダというのがありますけれども、例えば。 その資金の調達に関して AV オーディオビジュレラテンアメリカのプロダクションの AV の予算を倍化しようというそういうこともやっています。デジタル出版ですが特に LDC 国において例えば漫画のクリエーターの人たちが、えー、そういった途上国で、えーまあ、プロジェクトに参加するということも、えー、推進しています。えー、これはもうすでに文書で、えー、提出しているんですけれどもこういったね、シティ,ティブの進捗ですが、えー、非常にポジティブですしまた私たちの、まあ、有権者というかそのステークホルダーや政府もとても、えー、非常にあの。 こういったことに強い関心を示しています。パウロさんとても興味深い有意義な話ありがとうございました。a d オーディオビジュアル A.V. のファンディングがついたということですがね。しかし次の例はちょっと問題かもしれませんね。アフリカはどうでしょうか。次の方お願いします。まだです。でもまだあの作業中です。じゃあ今日の学びで持ってまたやっていただけたらと思います。めめ。 メメさんとナナカガさんいらっしゃいますかあアクセスの問題ですね接続ができてない。であればベルトランさんこのウガンダの経験についてお話をいただけますかベルト・ムリエと申します。えー、メメとカナナさんがいなく 残念なんですこのお二人ほんとカリズマティックなものすごい熱意があっていろいろとお話をしてくださるその方代わりにはならないんですけどもメメさんとナンナさんはもともと土木建築をやってらっしゃったんですけどもオーディオビジュアルプロデューサーとしてカンパラで活動を途中から始められました。 で女性だけのディレクターの女性の企業を起こしてローカルコンテンツをローカルのオーディエンスのために制作すると特にその文化的にその地方でしゃべられている言葉を使って多分500万,万人いますけれども560万人くらいの人が多分その。 5つ6つの言語を喋っているわけなのでサバナムーンという企業を作って実際にオーディオビジュアルマーケットで生き残って繁栄をしていて有意義なアクセスを提供していますブロードバンドでアクセスができるのであれば有意義なコンテンツが仕事のためにあるいは文化的な楽しみのために必要だということでフィクションドラマを作ったりあるいはえ例えば テレビシリーズのためにプロダクション制作をしたりというふうな活動を始めました。で、マーケットは過去数年ちょっと拡大はしましたけれども、まあいくつかの要素で困っていました。一つはブロードバンドがインフラとしてまだまだ暫定的なインフラでしかないということです。で、帯域がまだうまく技術的な理由で展開されていなく 信号が時々そのなかなかオーディオビジュアルコンテンツを放映できるようなだけ豊かではないというふうな問題があってそれから価格の問題もあってなかなか例えばその AV に使えるような88ギガぐらいの,その例えば 番組のために待機を使いたいという時にはものすごくお金がかかるのでほとんどキャパシティも使い切ってしまうのでもっと買わなければいけないというふうなことになってやはりそれだけ高くなると皆さんがその買えるような価格では番組が提供できないということになってしまっていました。でこの企業が社会に有用であるためにはこの2人の女性は非常に。 一生懸命に女性の経験をドラマ化してこの地域あるいは国内で番組にしようということにものすごく一生懸命で特に気候関係の問題それから中小企業が。 そのドラマ化されることによって文化とかあるいは気候の問題で最先端を走れるようなそういう番組を作るそれによってローカルの AFE の,の制作能力も高めたいというふうな活動をしています。インンンターネットコンテンツが何がが何できるかとという,ふうなことが とても重要になるわけですそれから持続可能性という意味でも重要でこういった活動をすることによって女性の仕事も作ることができるわけです。つまりエンジニアであった人たちが AB のコンテンツを作ってこうやってうまくいっているということが今後の女性のこれからの仕事の展開にもつながるということになるわけです。でアクセスという意味でそれから意味ある接続という意味でものすごく意味があるというふうに思います。で彼らが作った 番組でエンバービーというのが一つ番組としてありますで、これは現地語の言葉なんですけれどもえ精神衛生状態ある状況を扱っているものでありますで、このような精神状態を地元の人がうまく理解できていないのでこういった問題をどのように対応するかということをその 息子をちゃんとケアするという意味で、えその知識を教えるというふうな番組でもありました。でもう一つなんですけども、夫を事故で失った女性のドラマも作。 いますでその場合にはその地元の伝統ではお兄さんとかあるいはその夫の弟と結婚するというふうなことが伝統になっているという風なそういう地元の伝統をドラマ化したものなんですけれどもこういったものを AV で流していてこういったものは有意義なアクセスというアジェンダにものすごくそうものであると考えています。ということで最後にコンテンツの話ですね。 ロベルトさん。ロベルトさんは。A. I. を使って。ユニバーサルインターネットのモニタリングをされてますよね。どうですか。はい。カルアルフォンソがオンラインでつながっていると思いますので。あの、もし彼に話してもらいたければ、え、つなぎましょうか。それ、あるいは。 で、それについては後でまた何か質問があればチャットで何か質問来てますか？いえ、特にないですね。では、あの会場からの質問に移ってもいいですか？あのお一人挙手されてますね。あの、自己紹介お願いします。そして質問してください。はい、コッシーと申します。ベネンから参りました。え、経済えー金融省から参りました。財務省から参りました。 アクセスの話を今してるんですよねそうです有意義な意味のあるアクセスですそうですアクセスは私にとって2つの課題があります1つはインターネットですインターネットの進化です私たちにとって私たちのこのアフリカの地域において時には あの信号が受信されるんだけれどもううままくつながらいいということこもありますな何を意味しているかというと例えばあのデジタル的にう,うまくいかないカンパラの街ではデータが私たちがカンパラで集めているデータというのはそのデータっていうのはまあアフリカのデータなんですけれども。 私たちは独自ののアフリカのデータが必要です私たちがアフリカで収集しているものは全てアフリカで使われるべきですアフリカのためアフリカの人のためでなければなりませんところがデータをアフリカで集めて収集してそしてアフリカの外でデータを入れると,まあというか構築するとその情報というのはまあ お金を払ってでないとアクセスができなくなってしま,うしまいますそれは明確にオープンではないんです世界中の人に対してオープンでなければいけないというポイントがあるんですがそこが実現していないという問題があります。これはオリナささんんにに対対すすすするる質質問問じじゃゃなないいででかか その今の質問に対して答えたいと思うんですけどもただ私たちは同時に財務的なモデルもお互いを接続させるのにどのぐらいのお金がいるのかということも考えなければいけませんつまり経済システムとして非常に搾取的なんですねつまり このインターネットの新しいオポチュニティを使わせることなくそこからその情報を吸収すると取り上げるというふうな形になっている市場のストラクチャーがあるというふうに思います。だからアクセスをさらにするということであればこの不平等の問題というのに目を向けなければいけないしそれからファイナンシャルモデルにも目を向けなければならないというふうに思います。 イノベーションを大陸の中でやろうとしていますコンテンツを消費する人間たちだけではなくて大陸の中でもイノベーションを起こすような人を育てていかなければならないというふうに思います。私たちが自分たちのデータをキープするためにはそういった能力が必要です。でその携帯が高すぎるというふうな話をさっきしたんですけども。 その私たちの国の中にはそのアフリカ大陸の中には携帯を作るための鉱物はあるのに鉱物は他のところで使われてスマホになっているわけです。なのでえそのこういった経済の問題を立て直すということも一方で重要だというふうに思うんです。平等にデジタルのトランスフォーメーションに参加するためには経済の問題もあると思います。他にどなたか追加でコメントありますか マーティンさん統計ありますかデータアフリカのデータに関する統計ありますかデータセンターがどのぐらいあるかとかそういった情報はありますかそれはあの、まあ、ギャップがあるということで私あの後で話そうと思ったんですけれども格差の話ですよね。 最初の接続とミニマルムコテクティビティということをやろうとそれを出そうとしています指標というのはまだないんですけれどもこれ問題ですね。データセンターにデータをどうやって送るかということラストマイルをどうするかということその指標というのを今作っているところですが。 まだあの健老なそういった指標というのはありません。わかりました。ありがとうございました。では、あのオンラインでまだいらっしゃるんであれば、えっと長官に伺いたいと思いますが、いろんなことをやっていらっしゃると思いますよね。ラグビーだけじゃなくて <laughs>。 まあインフラの問題があるというふうにさっきおっしゃったと思いますけれどもまあ島にとってパプアニューギニアっていうのはまあ島ですからまあ衛星を使うということだと思うんですけれどもインフラについて技術的なソリューションどうされてますかまままままだいいいいらっしゃすすすすかかありがとうござ聞聞こえますかはいあの聞こええはよ 明明確に明瞭に瞭聞こえまますすありがとうございますパプアニューギニアでは接続性というのはまあモバイルネットワークがまあ種類になってますから固定の回線というのはほとんどないんですほとんどがまあ移動型の回線です。 約76％人口の76％がカバーされています。2G と 3G と 4G の組み合わせのようなものです。ほとんどの成長というのは、これ競争によってもたらされています。で、今二つのこのことが起きました。一つは 私たちの電気通信この小売とか卸はオープンマーケットの政策で仕事をしてますからなるべく競争を増やそうとしていますこの数を増やすために競争を推進しようとしていますそれが接続性に関して一つハイライトしたかったのが 先ほどあのデバイスが手頃かどうかという話が出ていたと思いますけれどもちょっと違う視点をご紹介したいと思います。パプアニューギニアでは私たちがあの気が付いているのはこの、えー、手頃かどうかという敷地は、えー、これはあのこのデータというのは、まあ、一番安いスマホですがそれは。 約ドドルぐらい米ドルぐぐららいい米なんですね。えー、これは基本的なスマホの機能を搭載したものであって60ドル出すあるいはそれより低い金額だとまあ購買力ということでえまあその国民にとってえ手ごろかどうかということになるんですけれどもインフラの問題に関しては。 えー、つまりそのアクセスはインフラと、えー、そしてその手ごろごろ感ということによって、えー、決まると思います。あの何か政策がパプアニューギニアにはあるんですかこういうアクセスのそしてその手ごろ感寝ごろ感アフォーダビリティということに関する政策があるんですか、えー、デジタルサービスの導入のあと次の段階はどうやって。 例えば税制の何らかのインセンティブというものを導入しようということを考えています2023年2024年2025年にそういったものを導入することになると申しますそれが次の段階ですそれで有意義な接続性ということにステップアップすると思いますつまりコスト、デバイスのコストをさらに下げるということです <laughs> いいニュースなんですけどヴィンサーフさんがおっしゃったのは提案としてアドバイスとしてしてくださると思うのでそのアフォーダビリティの問題に関してはヴィントさんに聞いていただければ多分投げかけた答えに質問に答えをくださると思います。でちょっと。 皆さんの中で早く出なきゃいけない方もいらっしゃるかもしれませんけれどもデニシと申しますコミュニティネットワークバングラデあインドのバンガロールから来ましたパパニューギニアの大臣におっしゃったようにものすごく言語が多いわけですよね私たちもそうなんですけれどもそのインターネット を使うにあたって、これだけ一カ国の中に言語が多いという問題をどうやっていらっしゃるのか興味があります。で、私伺うところによると言語のえー、そのまテキストのほどではダメだということなんですが、ででも言語をどういうふうに対応しているかということを聞きたいと思います。それから日本語と英語 ううまくやっってらっしゃると思うので日本の,その参加者の方に聞きたいと思うんですけども音声でそのコンテンツを聞きたい人に関してはまあほとんどの場合オーディオだと思うんですけどもどのように対応してらっしゃるんでしょうかアフリカのコメントに関して私たちはコミュニティネットワークでありましてインドでは10億人ぐらい文字が読めない人たちがいます。それもも含めてですけども テクノロジーについてどうするか、インターネットにに関してこうインターネットを使ってどういうどうやってこの人たちに対してリーチするのかというのが私たちにとっては意味あるアクセスなんですけどもどうでしょうか。ありがとうございました。レポートの中にケーススタディとして載ってましたよね。ソリューションがレポートの中に書いてありますのでどうぞレポートを見ていただきたいと思います。 インターネットはまず Web でハイパーリンクだけだったですよね最初。ハイパーテキストというのがまず単調ででインターネットというのはスタンダードとかテクノロジーが。 ノンテクストの人たちが使われるようになるまではそんなに発達はしてなかったんです <laughs> いろいろ喋れますけどテクノロジーを持っている人たちにこれをもっと進めてくださいというふうにお願いしたわけですでも何でもそうなんですけどもハイパーリンク例えばメディアなんかがあった時にどうするのかと例えばコミュニティネットワークのような小さなネットワークの時にはコミュニティの中に 1> 第1級のプロトコルベースのインターネットをどうやって持ち込むのかその分散化されたウェブなのでどのようにするのかというふうな疑問があるわけです。ありがとうございます。まあ答えは次のラウンドでもらえるかもしれませんけどロベルトさん何かえありますか、えー オンンライででの質問でカルロス・アルフォンソさんでコネクティビティを使っているんだけれども多くのデジタル包摂のプログラムにおいては一回つながっちゃったらもうずっとつながれる状態になっていなければいけないのにしかしながら普遍的なプロコネクティビティの問題というのはやはりその質も重要なのにそれに関してはあんまり重視していないと。学校あるいは 共共同体もコネクションがつながったらこの常につながる状態であるべきなのにそれがうまくいってないんですけれどもどうでしょうかというふうなことでありますでウガンダ最初つながっていたと思ったのにうまくいかなくなったというふうなまあそれと似ているような問題でしょうかではあの第二ラウンドに入る前にマーティンがえ大事なポイントを、えー、紹介したいということで IDN の問題でしたね マーティンさんどうですか確か会場の皆さんロベルトと一緒にこのことを去年ご紹介したと思います。これ改善しなければいけないということなので IDN はどのように改善されましたでしょうか。マーティン・ンンボタンと申ししますす IDN にに関してはは非常に大事なポイントですこれは あのラテン語のスクリプトを使っていない人たちにとって大事です。で、あのこれあんまり有益ではないかもしれないけど、インターネットがローカルコミュニティに対応するということになると、IDN はローカルコミュニティの問題を解決することになると思うんです。かなりのコラボレーションが必要になります。インターネットというのは。 ま異なるアプリケーションがメッシュ状にえー、まあ、メッシュ上で構成されています。ican でもやっていると思います。アドレスを見つけなければいけないんだけれども、ウェブブラウザーでもそれを見つけることができますし、アプリにもアドレスがあるしということでえー、かなりの努力が必要になります。作業が必要になります。でそれを私たちがあえー、まあ、ファシリテーターとしてサポートすることえー、非常に嬉しく思ってるんですけれども。ユニバーサル。 ステアリンググループ事務局の方でもやってくれてます。で、もう一点、まあこの有意義なアクセスということで、この電力の問題というのがあると思います。世界各地でその状況は違います。またそれが根のその根ごろ感も違うと思います。 少なくてもモバイルのアクセスは、えー、その他の例えばアフリカだともしモバ,モバイルフォンがあったらこれは非常に高いわけですよね。ということで、まあ、電力の問題だけではなくてそのアクセス自体が。えー 寝頃感があるかどうかということですよね IDN の問題とともにこれが大事になりますはいマーティンなるほどつまり次の GTLD ではあのアイキャンの方から IDN をプッシュするということになると思いますかまあ、私の期待ですけれどもそれから市場がえおそらくいろいろ提案をしてくると思いますしかしこれはチャンスだと思います特に 次の10億にどうやってアクセスを可能にするか特にこのラテン語以外の文字をサポートするということにおいてははいあのそうなると思います。あのよくアラビア語で「インシャーラ」というふうに言うと思いますけど、まあ、神のご加護があれということででは日本の,あの立場をご紹介いただけますでしょうかこれをまた違う視点でご紹介していただけますでしょうか。 IDN、はい、ID ですね IDN というのはより大きな問題の一部でしかないというふうに思うんですけれどもですから他の問題も IDN 以外の問題も解決すべきだというふうに思いますただ私たちが IDN 日本で抱えている問題というのは以下のようなとおりです国際ドメインネームというのは日本語 では受け入れられらていないといなととうことですですからほとんどの私たちの多くの人たちが国際化されたドメインネームを日本語では使ってはいません。まあ他のローカルウェブサイトで IDN で日本のウェブサイトでその日本語で表現している人たちというのがいるかどうか分かりませんけれどもまあ 一つ防御的な理由でもっとそういうふうにやっているところはあるかもしれませんけれどもそれしか理由がないという感じです。私にとっては日本のサーチストリングスのためにそれを検索のために使うのはいいんですけどもその IDL は日本語では使っていません。なので日本語を使うという時にはアルファベットと シンボルと日本語の文字というのをコンビネーションで使わなければいけません。なのでもしも IDN を使いたいということであればこういったコンビネーションでスクリプトを作らなければいけないということにいずれにしてもなっちゃうわけです。なのでいずれにしてもそのアルファベットを使わなければいけないということには変わりはありません。 ですから行ったり来たり日本語の文字とそれからアルファベットと別のシンボルとということで行ったり来たりするので面倒くさいんです日本語の環境で IDN を使うというのは。なので漢字とかひらがなと一緒に使うというのは複雑です。というのが問題その1です。それれに加えてですけどもを、えー 日本語で書かれた文字の中でもアルファベットでの URL を特定するというのは非常に簡単なんです。それテキストの他の部分からその見出しやすいようになっているので日本語で書かれたものの中から URL を特定するのは非常に簡単だという点が一つあります。なのでもしも URL が IDN で書かれているという場合。 ひょっとしたらどこに URL があるのか分かりにくいかもしれません。まあ、それが実践的なな問題の一つにはなりますとはいえしかし日本語で書く時にはフレーズとか言葉をセンテンスの中で強調するためにその 日本語のテキストを書いているるにはあっちっっっちち行行たたりりこすすわけですなのでアルファベットと漢字やひらがなにスイッチするというのは一般的に私たちよくやっています。でそれはアルファベットをいかなる目的においても使うことが非常に一般的だということを意味しています。なので多分 IDN をこの。 日本語で使わないというふうな理由の一つかもしれません先生どうもありがとうございましたそろそろ時間がなくなってきたので他の人にも発言していただきましょうはい、あの今の,あのお話大変にありがとうございます日本は皆さん非常にあの教育レベルが高いですよねコンピューターのアクセスも持っているわけですからまあ、それが可能なんだと思いますけれどもまあ、ジャコモさん が長期的にどうなのかという質問をしてましたけれども、まあ世界でまだでモバイルというのが主体になっている場合は難しいと思います。さらに例えばボイスコマンド、音声コマンドが主体になっている場合は難しいと思います。長期的にはまあまあ電話を モデムにあの乗っけてうまくいたっていう時代がありましたけど今はもうそういうことをしなくて済んでいるのは良かったなと思いますのでまあ長期的にはまあインターネットがあのみんなが使えるようにしなければなりませんねはいあのあのレポートに書くときにまたご意見伺います。 まあ、レポートを完成させるためにご意見を聞かせてください。えー、マーティンさん、もうちょっとずいぶん時間があの残りが少なくなってきましたので短くお願いしたいんですけれども、なんかあの時間がなかった まだお話になってないということで、えー、ITU がユネスコとやっている内容ですね太平洋地域でやっていてデータデータベースユネスコのローミングとなんか組み合わせてるとかというなんかすごく面白いコンテンツとアクセスに関するプロジェクトですよね。どうぞなんか先ほどは話しかけた内容ですね統計についてです はい、なるべく短くということですか、はい、なるべく短く短しますグッドニュースはたくさんの,あのデータがありますユニバーサル・ミニングフル・アクセスということでその中にはたくさんのデータが、まあ、あのインターネットパッケージのパケットの価格のもあり、ままあ、データもあります。えー、これ非常に豊かな データですしかしデータギャップというのが依然としてまだあるというのがバッドニュースです。つまりデータが不足している欠落しているという問題です。データがきちっとコーディネーションされていない、えー、そしてそのソースからのデータのアクセスができないとかというのがあって今現在これ、えーまあ、例えば実際の速度が関係してきたり。 そういうまああの地域によってはこの問題があります。ハンドセットのデバイスというのはまだやってないんですけれども、ええー、セギントコンタクトをしていまして、でイフラの前にええー、やっていたことで、えー、これもあの継続してええー、やります。ビッグデータ、ええー、ビッグデータのこのパワーというのは大事ですし。しもうよりそのええー、コミュニティとか国の中でグラニュラーな データとというのは、えー、とても大事ですそしてもう一つデジタル格差についてなんですけれども、えー、インターネットを使っている人は誰で何に使っているのかそして使ってない人はどうなのかとか、えー、その人たちは えまあ統計を取る必要がありますのでそれに関してのえまあ先進国に関してはあのデータがありますけれども途上国のデータというのはあんまりないんですねですから政策立案者がデータの重要性は分かっていますけれどもユニバーサル・ミニングフル・コネクティビティということでえやはり資金があの必要だということを言っています。ニカさん何かか足していただけることありますか I. T. U. と協力をして、あるいは競争してデータを集めてますか。ジェンダーで分けられるようなデータというのはとても重要です。ジェンダーギャップを閉じようとしたら、そういったデータが必要です。で、あなたの報告書の中に書いてあることというのは、I. T. U. がやってることの保管データとなりますか。はい、現在データ収集なんです。 すすることとののコストのデータを集めようとしています女性をデジタルエコノミーから排外することのコストは何ぞやということでそれから実際に定性的なデータも集めましていろんなことに人の顔をのけるというふうなことをやっています。つまり 包摂的でないことによって一体何を失っているのかということを見つけようとしていますまあ,あの ITU の事務局長は女性ですので多分彼女に何かを送ったらもっといろいろとやってくれるかもしれませんローランさんどうですか日本の先生がおっしゃったことをなんかちょっと怖いなと思いましたが上村さんドメインネームがサーチエンジンでそのオーバーパスされているということに関して そうですね、今携帯を使ってアプリを使っていろいろといろんなことをやってると見えなくなってしまうものもたくさんあるんですけれどもイキャンが何かできるということはそれに関してはないんですけれども何かそ,のそれを褒めるとかレコメンデーションするということはないんですけれども私たちは現在アフリカ大学の連盟と一緒になりまして。 アフリカでちょっと協力をしているんですで、IDN に興味を持っているアフリカの国に対してそのディレクトリを作ったりというふうなことをやっていますドメインネームがもっといるとかということでパートナーと一緒に仕事をしていまして私たちのアプローチとしては必要なニーズがある人のところに で彼らのニーズに対して我々のサポートを提供するという活動をしていますいろんなこのコアリションのトラックとかに関しては技術的なノリジとかあるいはさまざまな専門知識を提供するというふうなことで協力をしていますアシスタントということでニーズがあればそれを提供 その支援を提供すするとというふうなことをやっていますでアフリカといっても国によってニーズが違ったりとかするので彼らもどういう方向に進みたいかというのは彼らが決めるというふうな形でそれに従って我々が支援を提供するという形にしています。なので質問に対しての答えということで言えばアフリカによっては。 ドメインネームをローカルスペックでそのアクセスすることに意味があるというふうな国もあるかもしれません。ありがとうございました。マリアさん、はい、データということに関して、ま、おにかさんが今先ほどおっしゃった、え、このいろいろ差別化されたデータ、それあの性別だけではなくて、ま、ジェンダーとかそれ以外のマイノリティ というのもありますよねえ、その人たちマイノリティに関するデータもとても少ないと思います。それから、ライブラリーというコンテクストで考えた時により良いデータが必要です。例えば接続されているインターネットに接続されている図書館というのはどのぐらいあるのかえ、それが一つの指標になると思います。 そしてその施設の中で有意義な情報へのアクセスができている図書館はどのぐらいあるのかとか、えそういったことも情報として大事だと思います。またドンが先ほど言ってましたが、その政策についてです。それはまああの非常にそのライブラリー図書館が デジタル協力政策あるいはデジタル包摂の政策において図書館は非常に役立つということなんです。パブリックアクセスということを考えた時にこの図書館というのはより高い上位のレベルでの政策で是非検討していただきたい入れていただきたいと思います。そして この公共のアクセスのイニシアチブの中にスタッフのスキリングというのがあると思いますデジタル包摂そしてキャパシティビルディングなどもその中に入ってくると思いますありがとうございました皆さんちょっと少し忍耐といいますか我慢していただきたいと思いますがあの3人の専門家の皆さんに いろいろ教えていただきましたレポートの中に網羅するべき興味深いテーマということで三点まとめたいと思うんですけれどもジェーンさんお願いしてもいいですかまずジェーンさんの方から一つ目 コネクティビティギャップを解決するためにはマルチステークホルダーがのアプローチが重要であるというふうに思っております p n m a がそうであると同様ですでコアリションも重要です規制それからパパニューギニアとかベナンの方からおっしゃったようにマーケットについても政策が必要ですそれから データはギャップを特定するために集めていく必要があります ICAN とか APTU はよりギャップがどこにあるのかを特定する支援をする必要がありますやはりえ CCTLD とかデータセンターを作るためのイノベーションも必要であると考えますこれ今のは接続性でしたねそれからデジタルインクルージョンに関してはカルロス・レイ・モレーノさんお願いしたいと思います でディスカッションをお伺いしておりましたデジタル包摂性についてそれからいろんなことがそのお話があったんですけども人々が、えー、コミュニケーションができるようにということで一体何がする何をするべきか IDN のみならずいろんなものが必要だということもよく分かりましたでディスカッションの中で分かったのは パーパストリブンコンテンツで例えば制作とかあるいはディストリビューションのためのネットワークが必要であるということでありまして。 ディスカッションをしていると、イニセンティブとかファンディングとか、それからパウロさんもいろいろと話をされましたけれども、持続可能性というのも、こういったそのコンテンツを制作する人のためにも必要であるというふうなお話がありました。いずれにしても、これができるんだということを示すためにも重要であると、それから国の CCTLD がデジタル経済、 を包摂的にすることそれからカントリーレベルのドメインを作っていくことによってより包摂性を高めるということが分かりました。でデジタルインクルージョンというのはサイバーセキュリティとかあるいはもう重要であるそれからテクノロジーによって進んでしまう暴力こういったものに対しても対応しなければいけないということが分かりました。それからワイポがそのもう 目が見えない人たちに対しても本を見えるようにする。本が読めるようにする、というふうなことを活動としてやってらっしゃるということが分かりました。で、実際に。その地元の人たちが意味あるコネクティビティ、意味ある接続についての意思決定に参加するということの重要性もお話しいただきました。はい、あの素晴らしいコメントありがとうございました。さて、キャパシティデベロップメントということで、マーガレットさん。 ヒントをお願いしますはいあの議長ありがとうございますキャパシビティビルディングということで技術的なスキルが必要です それによって信仰のテクノロジーが理解できますしソリューションが見,つけ見出せますそしてトレーナーをの検証するということそしてローカルニーズに対応するということそしてインターネットのレジストリーこれもデジタルアフリカでやってますしデジタルスキルによってサイバーセキュリティの問題に対応していくことも大事ですよりその全体的なアプローチが必要で体系的なアプローチが必要だということで。 で統計も必要だし、えー、それによって有義ななアクセスが可能になりますそ,それからハイパーリンクですねハイパーリンクをどうやって使うどうのように使えるか、えー、日本語についてだったり文字だったりとか、えー、その辺のところを説明していただきましたインターネットというのはいろんなアプリのメッシュだとといいうことです、まあ、いろんなスキルが必要だということです。 以上です。ありがとうございました。はい、マーガレットさんありがとうございました。その今のあのメモを送ってください。私たち、えー、あのレポートを作らないといけないんで、作成を作んなきゃいけなくて時間があまりないので、ぜひメモを送ってください。ロベルトさん、ああもう寝ちゃいました？えっと、スティーブン からのコメントがあって読んでくださいと書いてありますねまあ、参加者からいろいろとコメントがありました保護まあ、プロテクション AV のに関してなんですけれども、えー、これパパニーギニアからのコメントは非常に良かったと思います有意義な接続性 というのが、まあ、いろ、その膨大な言語、そして、その異なる文化に対応しなければいけないということだったと思います。私のスイスのパスポート、私、スイスのパスポートを持っているんですけど。私、二分を超過してしまいました。でも、イタリアのパスポートでは、二分遅れてるだけだって言ってますね。ですから、普通のいつものパフォーマンスよりは良かったと。 参加者の皆様ありがとうございました。スピーカーの皆さんありがとうございました。特にダフネさん、ちょっと立っていただけます？ありがとうございます。ロベルト、ボランティアがあの最後ボランティアして私たちをサポートしてくれました。それから全スピーカー。 参加者ありがとうございました。ジュリアンちょっと来ました。けれども、もうこれでおしまいですよ。あなたのセッションのあの結論を送ってください。それをレポートに入れますので、ハイパーリンクをハイパーリンクを付けますので。あのおっしゃったことは、ま今日のあのセッションのあの冒頭でおっしゃったこと大事でした。皆さんの熱意に感謝申し上げます。さようなら。